岡山駅前商店街、ちょっとここに。おそらくこれからあのどんちゃん騒ぎが始まる。でしょ。だからちょっと外れたところは人は少ないけど、うん、でもやっぱりその中心部は多いですね。うん、にぎやかな感じになってますね、うん、この後ろとかももうすごいたむろして、で、まあ、久々のこういう感じなんですけども、まあ、ちょっと夜の街を歩いていこうかなということで、あの 視聴者さんから の要望みたいなのがあって、ちょっとどんな感じなのかとか、多分 GoTo イートとか GoTo トラベルの関係で出入りが激しいのかなと思います。はい、というわけでちょっと今日は始まりますはい、じゃあとりあえず今日のプランなんですけども、まず1回目はその駅前商店街の方を歩いてね、行って行こうかなと。あのクリスマスのね、いつやろうね、まだかな、でも式典があるかな、でも、ね、こういうのもあるんですね。やばいです岡山駅前商店街、ちょっとここにね、まあ、このノンキボあったりとか、24時間居酒屋多いですね、やっぱり居酒屋さん。昔ここそんな感じじゃなかったんですけど、最近やっぱり飲食店が多いですね。まあ、この駅前商店街もそのなんだろうな、道路使用許可みたいなのを取って、外でもあの机とか椅子出して食べれるような感じになってて、でこういう線とかあるけど、まあ、こういう感じで道路使用専用で道路専用許可済み書みたいな、だからこことかも線とか、まだその当時のなんか名残というかね、まあちょっと大人の遊び場っていうか感じだったんですけどね。まあでも多分昔もそういう感じで、でも綺麗にしていこうっていう意味でだいぶ雰囲気も変わってますけど、なんか流行ってるみたいですね。これはもうイコットニコットの、でここのメガネ屋さん池田さんなんですけど、このお隣もなんかその土地持ってて、これ路上販売したりとかしてて、でもここはなんか今閉めててなんか外で売る感じで、で今ちょうど閉店、売り尽くしセールやってるみたいです。でこの中にいろいろその機材というか椅子みたいなのあって、そうですね、はい、なんかね、今日多分ね、このベトナムのレストランパーティーだったんですよ。なんか誕生日パーティーみたいな、あの感じで、なんか携帯電話すごい握ってなんか話してるみたいですけど、多分おそらくこれからあのどんちゃん騒ぎが始まって広げられると。夜はこれから だってもうバルーンをね用意してますから。なんかポケットマネーで気軽に飲める、気軽に飲める、ね、うん、あ、ここねありますね、ポークラーメン、うわー、うわ、朝4時か3時か4時までですね。もうここはなんか畳むらしいですね、畳んで違うとこ移動する、ね、やってるよね、なんか変化
まあでも土曜日ですからね。そうね、やっぱ人が出るからね土曜日は。だからちょっと外れたところは人は少ないけど、うん、少ないね、でもやっぱりその中心部は多いですね、うん、だから駅前商店街を、まあ、こうやって本町にぶつかって、本町の方はむちゃくちゃいますね、人が多いね、うん、やっぱ今日仕事の人もって帰りに飲むとかそんな人ですよね、おそらく。まあね、 GoTo イートとかいろいろあるんで、まあでもこういうね場所がいいのかなとか。あ、でもいい感じですね、とも満席ですね、やっぱ美味しいんでしょうね。ここがね映画館あったりゲームセンターあったりする通りかな。いや映画館まだ。そうですね、岡山メルパ、ここだ、岡山メルパです。これもうやってんすね、これ撮るね、岡山メルパ全然やってますね。パチンコ屋の路地裏で、まあなんかちょっと変わった雰囲気するんですけど、まあでも若干人も通るんですよね。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。でパチンコ屋さんあって、もうこの辺から雰囲気違いますからね、うん、でしょ。うわ、いかがですか、ここ小さい。多いですね、めちゃめちゃ。はい、ここね、あの三好のさんっていうとこなんですよ。岡山で有名なお弁当屋さんのレストランなんですよ。で、なんだろうな、最上階でこのなんだろうな、岡山駅前の眺めを見ながらご飯食べれるっていうレストランだったんですけど、やっぱり年々と需要がなくなって、2016かそれ以降ぐらいに閉まってしまったっていう。で今はもうお弁当、桃太郎弁当とか駅弁とかを中心に作ってる場所なんですけど、もう今はやってないです。結構有名な、だからいろいろね、これなんかいろいろあるんですよね。はい、あ、ここは、あ、ここでも弁当、まあ、一応防犯ライトついてますけど、まあ、こういう感じでやってたと。日本一のおもてなしということで、台湾カステラある横にこのチケットセンターというのがあります。まあこれね、安く買えたりとかチケット、この前も言ったんですけど、この和州山ハイランドのこの乗り放題とか、あの入場料が980円、だいたいもう3800円とかするんですけど、だいぶ安くなってます。はい、お疲れ様でした。というわけで、まあ第1弾終わりましたけどやっぱりあの人多いですね、多いね、ここを見ても、まあ、何とも言えないですけど、まあ、まあ全体的に人少ない通りでもやっぱ店の中は賑わってますね。やっぱそんだけお金が回っているということで、とってもいいことかなと思います。まあいろいろ遊び方もいろいろあると思うんで、皆さんもこの動画を参考にしてこの辺行こうとか、まああえて出る前に確認していただければと思います、うん、極力なんか多分比較的駅よりなんだろうな、これ何側っていうんかな、だから東側かな、東側は空いてますね、人の混み合いもなく、はい、まあでも結構美味しそうなご飯屋さんあったりとかな、うん、はい、いうわけで
ちょっとまた次回も、ブラブラしていきます。はい、ご苦労様でした。はい。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。